転がり軸受け。転がり軸受けは、天導体、玉やコロを二つの部品の間に置くことで荷重を支持する軸受け。部品同士の相対的動きにより、天導体は非常に小さな転がり抵抗で自転し、同時に若干滑るような動きをする。原始的かつ有名な転がり軸受けとしては、大きな岩と地面の間に丸太を何本も噛ませたものがある。岩を引くと、 丸太が若干滑りながら回転する。後ろから丸太がはみ出したら、それを前方に移して再び岩と地面の間にかませる。これはテーブルの上にペンや鉛筆を並べ、その上に物を置くことで再現できる。軸受けの歴史については軸受けを参照のこと。転がり軸受けは軸と軌道輪、レースの間に天動体。 ローラーと呼ばれる円柱などを置いてその隙間を埋めたものである。軸が回転すると、天動体は常実の例の丸太のような動きをする。ただし、軸受けは丸いので、天動体が軌道輪から外れて出ることはない。転がり軸受けは、コスト、大きさ、重さ、荷重許容量、耐久性、精度、摩擦などのトレードオフを考慮して設計される。 他の軸受けはこれらの特性の一部に優れているが他の特性が転がり軸受けに劣っていることが多い。ただし流体軸受けは過重許容量、耐久性、精度、摩擦、回転数に優れコストの面でも転がり軸受けに勝る場合がある。他に滑り軸受けも転がり軸受けと同程度に広く使われている。典型的な転がり軸受けの大きさは 直径数ミリメートルから数メートルで、過重許容量は数十グラムから数千トンである。最も一般的な転がり軸受けは、玉軸受けである。玉軸受けは玉を天動体とし、それを内と外の軌道輪で挟んでいる。軌道輪は玉を保持する、溝のついた輪である。溝は玉に、若干の遊びが生じるよう形成されている。そのため原理的には、 玉と軌道輪は一点で接触している。しかし、無限に小さい点に荷重がかかると、そこには無限大の圧力が生じる。実際には、玉は軌道輪と接する際に若干変形し、ちょうどタイヤが地面に接した時のように少し変平になる。玉が接した軌道輪の表面も、わずかに凹む。したがって、玉と軌道輪の接点は有限の大きさとなり、圧力も、 有限となる。また、玉は部分的に異なる速度で回転しているため、変形した玉と軌道輪は完全に滑らかに転がるわけではない。つまり、玉と軌道輪の接点には滑ろうとする力と、転がろうとする反対の力が同時にかかっている。このため全体として軸受けは引きずりながら回転する。転がり軸受けの多くは、天動体同士がぶつからないよう保持機。 ケージを使っている。それによって、天道体同士が擦れ合うことを避け、詰まることを防ぎ、結果として、摩耗と摩擦を低減させる。保持器を使った、転がり軸受けは、17世紀中頃ジョン・ハリソンが、時計を製作する過程で発明した。転がり、軸受けには、様々な種類があり、それぞれ特定の荷重に特化しており、長所と短所がある。以下に例を示す。 玉軸受けは、天動体として、円柱ではなく玉を使う。玉軸受けは、ラジアル荷重、軸に対して、直角方向の荷重と、アキシャル荷重、軸に平行な荷重の両方を指示できる。荷重が軽ければ、玉軸受けはコロ軸受けよりも摩擦が小さい。玉軸受けは、内と外の軌道輪がずれていても機能する。コロ軸受けは、天道体として直径より、長さの方が、 若干大きい円柱を使う。コロ軸受けは、玉軸受けよりもラジアル荷重の許容量が大きいが、アキシャル荷重の許容量は小さく、アキシャル荷重がかかると摩擦が大きくなる。軌道輪の内輪と外輪がずれると、玉軸受けより急激に荷重許容量が低下する。コロ軸受けは、転がり軸受けの中でも最初に考案されており、その起源は、紀元前40年以前に遡る。 チ軸受けは非常に細長い円柱を天動体として使う。天動体の先端は細くなっていることが多く、それによって天動体を保持する。あるいは先端を丸くして軸そのものか同様な配置によって保持する場合もある。天動体が細いため軸受けの外形は内径より若干大きいだけで他の軸受けよりも薄い。しかし、 天動体の直径が小さいと軌道輪と接した部分が鋭く曲がるため軸受けの疲労は比較的早い。塩水コロ軸受けは塩水台形の軌道輪と塩水台形の天動体を使う。コロ軸受けはラジアル荷重しか指示できないが塩水コロ軸受けはラジアル荷重もアキシャルにも支持でき接触面が大きいために玉軸受けより荷重許容量が大きい。 円錐コロ軸受けは例えば、自動車、トラックやバスを含むの車輪の軸受けに使われている。欠点は、製造工程が複雑な点で、玉軸受けよりもコストがかかることが多い。また、大きな荷重がかかると円錐が、くさびのように作用し、天動体を軌道輪から押し出すように力がかかる。すると軌道輪の襟部分と接触して摩擦が増大する。球面コロ軸受けは、 中心が太く、両端が細い天動体を使い、それに合うような形状の軌道輪を使う。球面コロ軸受けは、斜め方向の荷重であっても、自動的に調整して指示でき。しかし製造が難しく効果で、球面コロの各部は異なる速度で回転しようと、するため軌道輪との接触面に、逆向きの力も働き、玉軸受けに比べて摩擦が大きくなるという欠点が、 スラスト軸受けは、垂直な軸などのアきシャル荷重を支持するのに使われる。玉、円錐、円柱などの天動体が使われる。転がり軸受け以外の軸受けも使われている。航空宇宙用軸受けは、航空機などに使われる軸受けで、高い精度を要求される。高精度の小型玉軸受けが、燃料制御システム、商用航空機、 軍用誘導システムなどの航空宇宙システムで使われている。回転摩擦が低いことから、車軸の軸受けとしてよく使われている。転がり軸受けの多くは、回転荷重や振動荷重を支持する設計だが、直線運動用の設計も存在する。典型例としては、引き出しを支持する構造がある。また、軸方向に動く軸を支持する軸受けもある。 そのような軸方向の動きを指示する軸受けをリニア軸受けと呼び、丸太で岩を運ぶのと同じような動作をする。ラックピニオン装置が自動車のステアリング機構に広く採用される以前はリニア軸受けが使われていた。転がり軸受けは理想的ではない条件でよく使われているが、ちょっとした問題が原因で突然破損することがある。例えば、平坦でまっすぐな道路上で、 ちょっとした振動で、軌道輪と天道体の間から活材が漏れ出すことがある。潤滑が不足すると軸受けは回転していなくても、故障しやすくなる。軸受けには、寿命と過重許容量を制限する三つの問題として、マ滅疲労、圧力による融合がある。マ滅は、固い汚染物が軸受けに入り込んで材料を削っていく現象である。疲労は、 荷重がかかったり解放されたりを繰り返すことで材料が破損する現象である。天動体が軌動輪に接触した時常に何らかの変形が生じるため疲労の危険性がある。天動体が小さいほど変形が激しいため疲労も早まる傾向がある。圧力による融合は2つの金属部品に高い圧力がかかることで一体化してしまう現象である。天動体や 軌道輪は滑らかに見えるが、顕微鏡レベルで見れば凹凸がある。そのため、微細な点に強い圧力がかかって、そこから潤滑剤が排除されることがある。このため顕微鏡レベルで、天動体の一部が軌道輪に融合することがある。時空受けは回転し続けるため、通常は融合が壊れるが、軌道輪と天動体がくっついたままになることがある。軸受けの故障や破損には、 様々な原因があるが、その多くは、この3種類に帰結する。例えば、潤滑不足の軸受けが故障するのは、潤滑剤が足りないことが直接原因ではなく、それによって、疲労と融合が発生し、さらにそれによって微細な金属片が生じて、摩耗するのが原因である。フレッティング摩耗も、同様の現象である。高速回転では、潤滑油の対流によって、 軸受けの金属の温度が低下する。潤滑油は軸受けで生じた摩擦損失のためのヒートシンクになる。軸受けの各部品には様々な設計上の制約がある。例えば、軌道輪は複雑な形状となっていることが多く、製造が難しい。天導体は、形状は単純だが小さい。天導体は軌道輪上で激しく変形するため、 疲労が蓄積しやすい。軸受けにかかる荷重は、その回転速度にも影響される。転がり軸受けは10万 rpm 以上の速度で回転することもあり、その場合の荷重は単なる重量ではなく、運動量の影響の方が大きい。転動体が小さければ、それ自体が軽いので、運動量も小さいが、軌道輪と接した時の変形の度合いも激しいため、疲労による損傷が発生しやすい。 転がり軸受けの最大回転速度は DN で示されることが多く、これは直径と最大回転数の積である。アンギュラ玉軸受けの DN は210万以上にもなるものがあり、高速回転と高精度を要求されるロケットなどの用途にも使われている。材料の選択も重要である。硬い素材は摩耗には強いが、疲労による損傷が発生しやすい傾向がある。 そのため用途によって最適な材料を選択することが重要である。転がり軸受けの材料としては鋼がよく使われるが、プラスチック、ガラス、セラミックスなどもよく使われている。材質の小血管、不規則性は軸受けの故障の大きな原因の一つである。19世紀後半の軸受けの最大の改良は、均質な材料を使うようになった点であり、新素材や潤滑よりも、 大きな改善となった。潤滑剤の特性は温度や荷重によって変化するため、用途によって最適な潤滑剤は異なる。時空受けは使用していると摩耗していくが、設計者は時空受けの大きさとコストを寿命と天秤にかけて設計する。時空受けを低温で清潔に保ち、水晶荷重以内で使えば、顕微鏡レベルの素材の欠陥がなければ、 極めて長寿命に動作し続ける。したがって、冷却と潤滑と密封が、軸受けの設計の重要な部分を占めている。必要とされる寿命も用途によって異なる。例えば、テドリック A ハリスは、ローリングベアリングアナリシスの中で、スペースシャトルの酸素ポンプについて、ポンプが組み上げる。 液体酸素と軸受気の潤滑油を適正に分離できず、酸素と化学反応して発火するなどの故障が頻繁に起きたと記している。これを解決するため、軸受気の潤滑剤として酸素を使ったという。液体酸素は潤滑剤としては性能が悪いが、そのポンプが動作するのは数時間だけなので、それでも十分だった。 動作環境や保守しやすさも設計上の重要な点である。時空受けには定期的に潤滑剤を加える必要があるものもあるが、工場でシールで密封して寿命が尽きるまで保守不要な時空受けもある。潤滑剤に不純物があると摩耗が起き、時空受け部品の寿命を短縮することになる。また、潤滑剤に水が混じっていると故障の原因になることが多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。